それではね、30セルシオの後期、特に走行距離を10万キロから15万キロということで設定してみました。まあ、このくらいだとね、お手頃のセルシオが手に入るんではなかろうかと思いますけども、いかがでしょうか。一応ね、76台見つかってますね。まず、やっぱりこう、売り出し中のが153万と結構ね、かっこいいんですけども、まあまあ、かかりますね。支払い総額150万ということで。で、こちらの方はもうちょっと価格が上がってまして、でもこれホワイトなのにすごい迫力ですね。これもいいな。で、こちらの方は特にスポイラーなどつけてないタイプで、ドレスアップもそこまでしてないように見えます。でも158万、結構セルショの相場上がってますね。いや、私がね、前回今乗ってる30セルシオを選ぶ時には30万からね、5、60万まででワンサだったんですよ。で、まあ、支払い総額はね、100万円以下にまとまるのが、まあ、主だったわけですけども、ちょっと今回かなり相場が上がってますね。まあ、弾数も少なくなってきたんでしょうし、で、セルシオを好きな方はね、これまだ手放さないんですよ。全然。183万ね。138万。結構これ、もう、このぐらいになってくると、さすがに、当時の価格が800万から1000万とは言ってもね、まあ600万ぐらいのもありましたけども、いや、やっぱりね、20年落ち、30年落ちでこの価格っていうのは、相当程度がいいのと、やっぱりセルシオ人気っていうのがまだ戻ってきたのかなと。これなんて262万ですよ。確かにそのぐらいの価値はあると思いますけどね、パッと見たところね。こちらの方はほぼ触ってない感じで、138万。だから私が今乗ってるのがこれとね、多分どっこいだと思うんですよ。走行距離的にも、全体的な仕様にしてもね。かなり、やっぱ3倍までいかないんですけども、2倍以上には値をつけてますね、結構ね。これも同じですね。あ、100万切ったのがやっと出てきました。まあ、このくらいだったらなんとか買おうかなってことじゃないです。まあ、走行距離15万キロぐらいですけども。全然いけますからね。これはちょっとベンツみたいなフロントグリルになってますけども。これも結構お値打ち価格ということで、月々1万2000円だったらこれ、即決できそうですね。379万、これすごいですね。いや、さすがにね、人気のセルシオでドレスアップしてるとはいえ、379万っていうのは、結構気合入ってますね。あ、全然高いわ。高いっていうか、相場がぐっと上がってますね。いや、3年ぶりとか4年ぶりぐらいに見たんですけども、セルシオがさらにね、格を高めてるような感じですね。これなんてのは割といいような感じしますけども。これ30なのかな？ちょっとね、顔つきが変わってますね。あ、これね。ということでね、大体ね、150万ぐらいになってますね。150万から200万っていうのが、今の30後期セルシオの相場感かなっていうところです。で、100万切ると、一気にいろいろと、粗が見えてくるところがあるかなっていうところですね。ほんとね、ほぼ触ってないようなやつでも、120、30万とかポーンとしますからね。セルシオがかなり人気を博してるってことがわかりました。これからも大事にね、令和セルシオ乗っていこうかと思います。で、セルシオ人気です。すごいです。やっぱりすごいですね。何年経っても、やっぱり至高の一台ですよ。100万以下のセルシオってあんのかな？ちょっと一旦検索してみましょうか。100万以下っていうかね、価格を指定なしで、例えばね、上限を50万にしたらどう？あ、4台しかないんだ。そんなバカな。そんな時代になったんだ。わかりました。はい、以上ですよ。令和セルシオ番外編お送りしました。